こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕にとって春夏でこれだけは欠かせないというですね、あるアイテムを皆さんにご紹介してみたいなというふうに思っています。実はですね、そのアイテム僕は今着てるんですね。どうでしょうか？どのアイテムだかわかりますでしょうか？まあ今の状態だと正直見えてないので、早速ですね、もったいぶらずにお伝えしたいなと思ってるんですが、それがですね、この下に着ているインナーなんですね。まあ今回はですね、ちょっとこれ直接皆さんにお見せしたいなというふうに思ってます。なかなかですね、ファッション系 YouTuber がインナーまで見せるというのはないかなと思うんですが、まあ僕は別に恥ずかしいこともないのでお見せしたいなと思うんですが、この内側に着ているですね、インナーですね、もう脱いじゃいましょうか。これですね、あの YouTube の中でこれ1枚になるのはあんまり僕自身もないんですけども、過去に1回あったかな、2年ぐらい前に一度ありましたが、これですね。はい。一枚で皆さんにお見せしたいなと思います。はい。こちらはですね、グンゼが出しているシークというシリーズのボートネック T シャツになりますね。これがですね、僕にとっては春夏、もう最近はですね、一年を通して着ていまして、インナーといえばこればっかりを僕着てるんですね。めちゃくちゃ愛用してるんですね。まあ、シークというのはグンゼの中の一つのシリーズなんですけども、カットオフ、まあ、切りっぱなしになっていて、縫い目がないんですね。普通ですね、こういった T シャツだとかインナーというのは縫い目があるんですね。例えばこういった襟元の部分だとか、その部分に折り返して縫い目がついたりするんですが、そういったものが一切ないので、すごくですね、肌馴染みがいいのと、この上にですね、T シャツだとか、シャツだとか、あとはニットを着た時にも、インナーの存在感が感じられなくなるわけですね。これがですね、通常の V ネック T シャツとかだと、意外とこの上に T シャツを着た時に透けたりするんですよね。よくあるのが、特にクールビズなんかで Y シャツ1枚になる時に、白シャツから透けてですね、インナーの縫い目が見えてるということが少なくないですね。これがね、あんまりかっこよくないので、できればですね、春夏に関しては、インナーの存在感をいかに消し去るのか、これがですね、めちゃくちゃ重要になってくるわけですね。その点このシークはですね、まあそういったカットオフインナーの先駆け的な存在で、僕はもうかれこれ8年以上愛用してるんですね。まあ僕が一番最初に出会ったのは新宿伊勢丹の試着室だったんですね。そこでシャツを1枚試着をさせていただこうかなと思った時に、これを着てくださいという形で手渡しされたのがこのシークだったんですね。まあ最初はですね、見ていただいてもわかる通り、めちゃくちゃダサいじゃないですか。こんなこと言ったらグンゼさんに怒られちゃうかもしれないですけども、これは PR の動画でも何でもないので、正直な思いをお伝えしたいなと思うんですが、もう単体で見るとね、やっぱりあんまりかっこいいものではないので、最初は面食らいましたね。僕もその当時はまだ20代だったので、これは着たくないなと思ったんですが、実際に着てみると、まずですね、肌触りがめちゃくちゃいいんですね。よく伸びるし、さらっとした着心地になっていて、めちゃくちゃ心地がいいのと、あとはこの上にですね、白シャツを着たんですが、やっぱり全く透けないんですね。しかも段差がないということで、もう素肌の上に白シャツを着てるような感覚で、これは新鮮だなと思ったのを、今でも鮮明に覚えています。それからですね、僕は8年間にわたり、このシークシリーズを愛用しているわけなんですが、およそですね、今から1年半ぐらい前から、シークの中でも様々なものがあるんですが、僕はこのボートネックと呼ばれるものをですね、愛用するようになったんですね。ボートネックといえば、ロンティーですね。セントジェームスのボーダーカットソーなんかはまさにボートネックになっていまして、普通の丸首よりもですね、この首元がですね、横にですね、広く捉えているものがボートネックと呼ぶんですけども、そのインナー T シャツが最近出たんですね。これがですね、めちゃくちゃ重宝するんですよね。なぜかというと、こういったものの場合ですね、この上にですね、T シャツだとか、あとはニットですね、こういったものを着た時にも、このインナーが一切見えないんですね。ただ通常のインナーだと、この首元がもっとこう狭くなっているので、その上に T シャツとかを着ると、意外とですね、この首の端っこからですね、このインナーが見えるんですよね。それがめちゃくちゃ僕は嫌いで、よく自分で切ったりしていたんですけども、このボートネック T シャツだったら、その部分が横に長く切れているので、T シャツを着ても全く目立たないんですね。これがめちゃくちゃ便利なんですよね。ですので僕はこのボートネック T シャツをですね、基本的にはほぼ1年間着るようにしてるんですね。
もう一押しですね。まあ、単体で見るとね、まあ、先ほどもお伝えした通り、決してかっこいいものではなくて、僕はですね、お風呂に入ったらすぐにこれを着るので、これで家の中をこうフラフラしてることがあるんですけど、その様子だけはですね、皆さんにあまりお見せしたくないなというものなんですが、まあですね、このベージュというのが一番いいんですね。それはですね、この上に T シャツを着た時に分かりやすいかなと思うので、ちょっとこの上に着用したいなと思っています。はい。まあね、単体で着てるとね、なかなかおじさん臭さ満載なのかなとは思うんですけども、でもね、まあ基本的にはこういった形で上にですね、T シャツだとか、さっきのシャツを着ることが多いので、まあ見えないアイテムなので、そこまで心配はいらないかなというふうに思ってます。はい、こんな具合で T シャツを上に重ねて着てみました。どうでしょうか？結構ですね、この T シャツはサイズ感としては少しゆったりめなんですね。そして襟元もですね、割と横に大きく取れてるので、普通の V ネックインナーとかだったら、間違いなくですね、ここら辺から見えてしまうんですが、どうでしょうか？全然見えないですよね。だからね、これはすごく便利なんですね。なので1枚で普通に着てるように見えるんですけど、ちゃんとインナーを着ているというね、それが実現できるのが、このシークのボートネック T シャツの良いところかなと思っています。あとはですね、透け感を見てもらいたいですね。どうでしょうか？今僕はですね、白系の T シャツを着ているので、こういった白 T シャツって、やっぱりインナーの色が透けやすいというところがあるんですね。でもですね、見ていただいてもわかる通り、見えないと思うんですよね。このあたりにですね、ちょうど襟の部分が来てるんですが、どうでしょうか？目を凝らすとわかるのかもしれないですが、僕はですね、今モニターを見ながら撮ってるんですけども、この状態でもですね、全く存在感を感じないです。あとは、この袖の部分からインナーが見えちゃうのもめちゃくちゃダサいんですけども、シークって結構袖が短いんですね。ですので、このぐらいの位置です。ですが、全く見える心配はないので、これはね、めちゃくちゃ便利かなというふうに思ってます。あともう一つですね、いい点がありまして、よくですね、T シャツって1枚で着ると、乳首が透けたりするんですよね。あとはボコッとこう凹凸感が出てしまうことがあって、これがまたですね、女性からの評判がめちゃくちゃ悪いので、こういった T シャツ用のインナーを1枚かませてあげるとですね、まあ見ていただくと、これ自体だと若干こうポチッと感が見えるんですけども、これ1枚入れてその上にこういった T シャツだと、まずですね、乳首の浮きみたいなものってないかなと思うんですね。そういった清潔感の意味でもですね、こういったインナー1枚かましてあげるといいかなと思っています。あとは T シャツ1枚で着るよりもこういったインナーかませてあげた方が直接汗がつかなかったりするので T シャツの持ちも断然良くなるんですね。これ結構重要で T シャツって夏場では結構主役なので僕はちょっと奮発をしていいものを着たいなという時もあったりするんですね。もちろんユニクロ U のエアリズムもめちゃくちゃいいんですがあればっかり着てるとテンションが上がらないのでたまにはですねちょっといい T シャツを着たいなと思うんですがどうしてもですね直接着てしまうと汗染みが気になったりだとか劣化が早くなってしまうので1枚かましてあげることで丁寧にですねこういった T シャツを着ることができるかなと思うので、まあ、間違いなく便利なアイテムなのかなというふうに思ってます。僕は T シャツの時もそうだしあとはこういった丸首のニットの時もそうだし先ほど着ていました別にシャツの時でも全く問題なくこのボートネックの首元のやつでいいんですね。以前は普通の V ネック型だとか U ネック型のものをですねシークで着ていたんですがこのボートネック状のものだけで十分かなと思うので僕は統一をさせてそれだけで着ています。あとはポロシャツとかでもですね使い勝手がいいのでこれ1枚あれば十分にですね使えるかなと思うのでぜひ皆さんにも春夏のインナーとしてシークのボートネック T シャツをおすすめしたいなと思ってます。ただ1点だけネックがあって値段が高いんですよ。3000円ぐらいするんですよね。インナーでしかも単体で見た時に決してかっこよくないものが3000円するのですねなかなかハードルが高いなと思ったりするんですね。ですがやっぱり日頃から着てるもので一番肌に触れてる時間が長いものなのでここはですね僕は3000円という金額は決して安くはないですが投資をする価値はそれなりにあるのかなと思っています。とは言ってもですねちょっと高いなと思う方は同じくグンゼのインティというものがあるんですね。こちらもまたボートネック上でちょっと素材の雰囲気は変わるんですけどもほぼ見え方は変わらないのでそちらで代用してもらうのがいいかなと思っています。多分ですね2000円ぐらいの金額が定価だと思うんですけども Amazon で買うと1500円前後で買えるかなと思うのでそちらもですねこの動画の下の詳細欄にですねリンクを貼っておきますのでよかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。
はい、ということで今回の動画では僕が愛してやまないですね、グンゼのシークのボートネック T シャツ、そして同じくグンゼのインティーについて解説をさせていただきました。まあ単体で見ると決してかっこいいものではないんですが、インナーの役割というのはなるべく存在感を消すということなんですね。それを考えると色はもうベージュ一択で間違いがないかなと思ってるんですね。まあベージュというのは肌の色と近いので、こういったものを着た時にですね、結構肌と馴染んでしまうので存在感がなくなるんですね。まあグンズのシークシリーズって結構いろんな色とかがあったりして、ブラックもあるし、あとはホワイトもあるし、中にはですね迷彩柄みたいなものもあったりしたんですが、僕はね結構試してみたんですけども、正直ですね、もうベージュだけでいいと思いました。このインナー T シャツでカッコつける必要は全くないんですよ。あくまでこれは脇役的な存在なので、できる限りですね、存在感を消すというところに特化した方が僕はいいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、ベージュのこういったインナーを買い揃えていただければなというふうに思っています。まあ、今回の動画ではですね、需要もないのにインナー1枚になってですね、大変皆さんにはですね、お見苦しい姿を見せてしまって恐縮なんですが、リアルな部分を含めてこの動画の中では、どんどんこれからも情報発信をしたいなと思ってますので、これからもぜひお楽しみいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。